してやっていきたいと思います。はい、はい、私のところは結構色が合ってますね。読みましたね。お噂のカンナのマケエレです。サーカスです。結構久々じゃないです、水玉。水玉は久々です。ですね、はい、水玉の授業はですね、サーカス先生やっていきたいと思います。前回ハトのポーズのために骨盤矯正肩甲骨リリースしたんで、今日はハトのポーズに大事なのが全体の筋肉の柔らかさなので、背中の筋肉と肩周りですね、メインでやっていこうかと思いますので、ハトのポーズからやっていただこうかなと。現状前回いい感じでしたよね。こことこっちのここが伸びれば、ここですね、ここ、あ、肩、こことここが伸びればいけそうな気がするんで、ここちょっとしぶとそうですね。ここ詰まるのと、こっちの肩甲骨かな。もう一回やってもらっていいです？股関節はね、うん、ありますけど。ここね。ここ。もうね、いけそう。雰囲気はあるんですよね。ここが伸ばる。いつもこれやる時のちょっと一緒に。あ、そうですね。と、あと僕もこれ使わないんで。ああ、いい感じですね。わかりましたね。ゼロがあったような気持ち。9センチですね。そんなに硬い。もうちょいでつきそうな。あ、そっちはつくんですよね。こっちはいい。もう一回ちょっとやってみてもらって、ここか、左のここと右の詰まるのはここですか。ここか、ここ前か、うん、あ、ここですね。了解しました。あとほっぽにしなければ、早速膝の壁やっていきますんで。久しぶりだな。体触りますね。アームウォーマーかまっていうぐらいっきり。こっちの方が分かりやすいですね。アームウォーマーつけてるんですね。おしゃれですね。さすがおしゃれ番長サーカス先生。結構くっきりですね。え、最近やっぱストレッチされてます？この仙骨のところの柔軟性が出てますね。特に左側、右の方がガチガチですね。ここでしたよね、詰まってた。水玉だけで取れない硬さだったら針で後でアプローチしようかなと思います。なんか寄せた感があるんですけど、そんなことないですね。そんなことないんですよね。夏に向けてと思ってたけどな。もう8月の中旬です。じゃあまずですね、オイルつけてスライドカッピングからしていきますね。痩せるために何かされましたか？そんなこと言われたら。じゃあスライドカッピングですね、していきます。ちょっとこのぐらいの厚でやっていきましょうか。今どうですか？全然大丈夫。足の方はね、滑りが悪いですけど大丈夫。痛たたた。急に来る痛たたた。あー、最後いって。あ、定期的に施術とかされてるので、そんなに嫌な張り感とかがないですね。首が悪そうですね。スライドカッピングすることで筋膜リリース効果があるので、筋肉とですね、筋膜が癒着しているのでですね、ペリペリ剥いでる感じですかね。癒着がね、強い方は痛いですよね。よいしょ、よいしょ、両方形筋とかでしょうね。あと広背筋だと思いますね、ここ。なんかめっちゃ増してる。バレました。脇もしっかりいっちゃいます、ここ。後輩山ちゃん先生に言われたんで。うわ、痛い。いや、痛いでしょ。まだ優しい方ですよ、私。台風がいますからね。癒着がなくなればですね、スライドカッピングも結構気持ちがいいかなと思います。いっワイキキビーチで寝てましたぐらい。赤さですね。じゃあ、お邪魔してきます。夏の間にやり残してることありますか？夏休みの宿題ですか？ご自身のですか？そうです、ね、夏休みの宿題、何を残してるんですか？作文と、はい、絵です。え、私結構絵は描くの好きだったんで早めに終わらせるタイプでしたよ。僕
くんとこだけかな、貯金箱作るっていうのがあったんですよ。ああ、小学校低学年の時ありましたよね。毎年ですか？それ自由研究とか別で。自由研究ってやったことがなくて。え？それの宿題に出たことなくて。マジ痛い。これはそんな痛いですか？持ってかれるぐらい。これ多分床が吊り下げたら行きますか？浮かないと思います。連続で。うわぁ、ラッパしますね。うわぁ、なんだっけ、現代の大リーグ構成なんとかみたいな。何？フィッシュヒューマが。ああ、え、ああ。あれになり得るかもしれない。山ちゃん先生とかもハテナでしょ。わかります？星ヒューマ。まあ、野球っぽいですよね。まあ、大リーグ言うてるからね。あ、そうか。木下先生、右の前も痛むって言ってたね。失礼します。なんか可愛いですね。うわ、今日は肩周りが来てます。首も悪いので緩めときますね。山ちゃん先生も夏の間にやり残してることはないんですか？ありますね。何だろう。見たい映画がまだ見れてないんですよ。あ、なるほど。コロナ早く収まってほしいなっていうのはありますね。そうですね。収穫できそうですよ、山ちゃん先生。お。ああ、赤いっすね。秋のところは結構色が出ますね。ここはですね、だいたいいつもするところではあるんですけども、高等花金群をですね、狙って針をやってます。壺で言うと、天中風地管骨ですね。ここは結構いろんな治療に使われるので、首こりがある方、肩こりがある方もちろん重いですし、頭痛とかめまいとかですね、眼精疲労もここを使うことによって解消されますね。目を動かす筋肉の神経が通ってるので、緩めてあげると目を開きやすくなります。どういう感じですか？お父さんどうされました？響きますね。首とかにシワが入る方、そこに高血があるんで響くんですけど、緩まるので楽になりますね。収穫の時期になりました。これいい色ですね。おお、いい色出てますね。出ました。これはうわぁ、すごいのあれだ。これはすごい。美味しそうなブルーベリーができそうです。なんか痩せた感じがする。あ、確かに。なんて言うんだろう、無駄なものが取れた感覚。そうですね、おけつがね、自分でできらないものを水玉の力で内出血させて悪いものを出してるんで。サーカー先生、半分ぐらいになりますよね。これ相当いけそう。振りをすごい作ってくれますね。自分から。ここが一番美味しそうですね。そうですね。ここですね。この辺もやっぱちょっと見た感じ、筋肉が張ってる感もあるんで。あ、でもいい感じに緩んでますね、筋肉。あ、でもここちょっとやっぱ硬いですね。水玉ではほぐれなかったところを力をお借りいたします。ここですよね、引っかかってたの。特に今響きとかないですか？大丈夫です。大丈夫。ここもちょっと硬いんだね。右のこの動きが悪かったって感じしていきますね。うわー、うわーっすね。うわー、この子たちですね。どうしてるのか。
来てます？わあ。木下先生敏感っていうのあるんですけど、硬い筋肉に当たった瞬間ビクってなので、ね、ちょっとね刺激的なのにちょっと弱いんですね。ここが結構針好き嫌い分かれるとこでもあるんですね。針刺激がね好きって方もいらっしゃいますし、苦手って方もいらっしゃいますので、刺激の量っていうのは調節できるので、嫌な場合は遠慮なくですね、ちょっと嫌ですって言っていただければ調節できますので。先生はですね、お休みの日に海の見える美容室に行ったそうなんですけど、雨だったよね。でもまあ雨の海でもなんか雰囲気はありますよね。晴れてる。雨の日に海怖いしね。濁りますもんね。あ、うん、濁りましたね。押されて今どうです？なんとも。なんとも。はい、じゃあゆっくり起き上がってください。はい。ついてた方からしますか、うん、あ、でも楽そうですね、やっぱ。うん。あー、惜しい。だいぶ近づいてますよ、でも。7センチ。ここです。ここですね。響き感はないですか？はい。ちょっとズーンとくる。大丈夫。大丈夫。楽にしてください。もう一回ちょっとじゃあ、やってみてもらって。おー、いいんじゃないですか。今度どこです？ちょっと楽にしなくていいですよ。本当ですね。おお。もう一回いけます？あ、でも、あ、つく。5センチぐらい。でも、でもさっきより、うん。じゃあ一応、あとポッポさん。おお。おお、もうちょいじゃない？うん、もうちょい。お、あ、惜しい。近づいた。ちょっとですね、あとお子さんまであとちょっとということで、今日はですね、中の子に筋肉をついたまで丸くしました。肩こりとか腰痛とかに合わせてついたまま重点的にアプローチってよくできますので、いろいろご相談いただければなと思います。ということで、本日動画健康情報、美容情報、これからも配信していきますので、よろしければチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。何持ってるんですか？キュウリ先生が急に差し入れというかプレゼントしてくれたんですけど、マリトッツォ。僕がめっちゃ好きなやつ。食べたことないですよね、セブンのマリトッツォ。セブンのないです。セブンに出ちゃったらもう最後だと思ってた。こんな手軽に買えちゃったら。小坂先生は休憩時間に福岡のシティチャリを使って、天神から博多駅までワリトッツォを買いにタコメッカまで行ったけども、行列で買えずに戻ってくるっていう修行をねされるくらいワリトッツォが好きということで、今日はちょっと食レポ。食レポではできないこれ初めてだと。初めまして。マリトッツォってやつ初めてです。マリトッツォっていう存在は知ってましたか？いや、知らなかった。こんなんね、宮崎ない。な、宮崎ないです。セブンイレブンある？セブンイレブンギリギリあります。ギリ。じゃあ坂先生から。いただきます。うまっ。美味しいでしょ？めっちゃうまいよこれ。いただきます。ラズベリーソース。かわいい。うまいですね。めっちゃうまい。いや、これはやばいよ。食べ過ぎちゃった。僕ストロベリーめちゃくちゃ好きなんですよ。うんうん、かわいいでしょ。あえて突っ込まなかったのに。めっちゃうまい。美味しいですね。マリトッツォ。マリトッツォの意味知ってます？もともとマリがイタリア語で夫という意味で、夫が愛する妻のために朝なんか買いに走ったパンみたいな。朝からこれ？はい。セブンにこれあったら。美味しいです。ようございました。ありがとうございます。マキエル先生がなんだその食リポはっていうことで。いただきます。どうですか？ふわふわですね。絶対ふわふわでしょ。生クリームがくどくない甘さなんですね。だけど山ちゃん秒で食べましたもんね。疲れた時とかですね、まあ、今あんまりこういいニュースないんで、甘いもの食べてブレイクタイムをきちんと取って午後に備えましょう。
昔はクリスティアーノ・ロナウドってバッチバキな筋肉質の人がタイプだし、最近なんかもっちり感の人も結構いるちょっとね、木下先生もちもちしてるんですいいなもちもちか気持ちがいい